それでは時間になりましたので、聖書の方を始めさせていただきます。本聖書のご講演は、アンドロイドデベロッパーズクラブ、通称デブの愉快な仲間たちの皆さんによる、アンドロイド 3.0、3.1、スカウト API 解説です。それでは、デブの愉快な仲間たちの皆さん、よろしくお願いいたします。また務めさせていただきますよう思っているんですが、最初イントロということでざっと簡単に説明します。Android 3.0、3.1、ハニカムをまるっと紹介ということで、本当にまるっとやります。Android 3.0、3.1、公式サイトにプラットフォームハイライツというタイトルで書いてある、ユーザー向け新機能、開発者向け新機能というふうに主に2種類に分けてありますが、それを2つのバージョン、完全に喋ってしまいます。すごい超特急なので皆さん心して追っかけてくださいと。あとこのデブのですね、新しいバージョンの何か調べ物をしましょうということについては、前作ジンジャーブレッドでは前回の MBC でも発表して、それを主体で本が発表されたりしておりますと。でですね、はい、このタイトル、ところが次お願いします。昨日の朝7時ですね、いきなりアンドロイド 3.2 SDK が公開されたというひどい事件が起きまして、次のページお願いします。はい、タイトルちょっと変えました。アンドロイド 3.0 スマッシュ 3.2。ハニカムの API 解説ということで、まあ、微細ながらですね、各セクションに関連したこと、もしくは全体的な話で、本当にちょびっとですが、3.2 もひっくるめた形でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。このように9人ですね、1人は音声だけでアメリカからなんか録画だけ送ってきた器物がいますので、順番に喋らせていただきます。お願いします。はい、じゃあ次交代して宮健さんお願いします。宮健です、よろしくお願いします。次のシートお願いします。はい、で私のはまず概要ということで、 Android 3.0、3.1、3.2 ハニカムとはということで説明させてもらいます。ハニカム、ハニコム、またはハニコムですけども、タブレット向けの新しい UI デザインです。今までのスマートフォンとは違い、まあ、大きなディスプレイを持っているので、まあ、それに向けたデザインというふうになっています。で、実際のデザイン見たことない方は見ていただくと分かるんですけど、このような形でちょっと青っぽいデザインになります。で、まるでトロンレガシーのようなデザイン、まあ、トロンレガシーの映画をご存知の方は分かると思うんですけども、そういったのもあります。で、こちらのデザインのことをですね、ホログラフィック UI デザインというふうに Google の方で呼んでます。で、まあ、これらのデザインを起点に作ってもらえればいいと思います。で、今回、ハニカムになって注目すべき点のまず大きなところ、システムバーというのがあります。はい、で先ほどの画面見ていただくと、下の方ですね、こちら下の方に出ているのがシステムバーというふうになってます。はい、で、左側の方にボタンがあるんですけども、こちら全てソフトウェアボタンになってまして、左から戻るボタンで、次がホームボタンで、最近使ったアプリのリストというふうなボタンの配列になってます。こちらはソフトウェアボタンですので、どのタブレット端末でも同じような配列になってます。で、最近使ったアプリの一覧はですね、このような形で画面そのものがグラフィカルに出るような形になってます。スマートフォン向けですと iPhone しかなかったんですけども、こういった形で画面そのものが出るようになりました。で、続きまして、これがですね、システムバー、ライツアウトモードというのがあります。フルスクリーンの画面、例えばこれですと YouTube なんですけども、そういった際にステータスバーの表示がちょっと煩わしいという場合に、下の方に点のようになっている、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、黒いところに点のようなものになっていて、まあ、見えづらくワクワクしていると。で、ボタンをここの点のところを押すと、実際のボタンとしては機能するような形になっています。続きましてアクションバーになります。アクションバーはですね、アプリケーションの一番上側のところがアクションバーというふうに今回なりました。で、こちらはアクションバーという。で、続きましてホーム画面のカスタマイズということで、実際にホーム画面も今回のハニカムからですね、大幅に変わりまして、このようなちょっとかっこいいデザインになります。で、下の方からウィジット等々を選んで、上のスクリーンに投げてポイッとドラッグ&ドロップで入れると、実際にセットされるような形になります。で、以上です。
すいません、次、コロドロイド発表します。はい、名前カンバラといいまして、昼間 NTT ソフトで働いてます。マーケット向けにいろんなアプリ公開してます。はい。3.0 のところで、テキストの選択、コピー、ペースト、そういったところの機能が、やりやすくなってます。具体的には右側のアクションバーのところで、こういった操作ができるようになってます。あとですね、テキストは他のテキストボックスのエリアに、ドラッグ&ドロップで移動、そういったことも可能になってます。あとですね、プレーンテキスト以外に、書式付きのテキスト、あとインテント、URI、そういったもののコピー&ペースト、そういったことも、可能になってます。あと、ビューのドラッグ&ドロップについても、ドラッグイベントフレームワークというものが追加されているので、それを使って、実現が可能です。あとですね、標準アプリの、アップデートが入ってまして、いろいろ入ってます。ブラウザーとかですと、タブ対応されていて、複数のナビゲーション、そういったものが、タブで切り替えできるようになっています。あと、アノニマスブラウジングコードっていうのがあって、シークレットタブを選択すると、履歴とかクッキー残せない状態でブラウジング、そういったことも可能です。あと、Google への自動ログインとかブックマークとか、そんなこともできます。あと 3.1 からクイックコントロールというもので、より操作がしやすくなってます。あとですね、 3.1 点で、ちょっとここに書いてあるようなものがいろいろできるようになってます。省略します。あとカメラのところでは、こういったいろんな操作が、メニューから、実現できるようになってます。はい、次お願いします。あと、録画のビルドイン機能のところで低速撮影、そういったことも可能になってます。あとギャラリーのところでアルバム機能が追加されてまして、あと、サムネイル画像から、拡大表示、そういったこともできます。あとは、TPP の、サポートもされてまして、デジカメと端末 USB で接続すると、こういったコピーとか、そういったことも、できるようになってます。あとコンタクトも、2ペイン表示になって、使いやすくなってます。あとは、テキスト検索 3.1 からですけども、名前以外の検索、そういったこともできるようになってます。あと、E メールのところですね、そういったところも、使いやすくなってます、はい、あと、複数の、メールを選択して、ドラッグ&ドロップで、一括で、移動、そういったことも可能になってます、あと、ホームスクリーンビデオ対応、そういったものもあります。あと、3.1 からそうですね、ここに書いてあるようなことも、できるようになってます。であとカレンダーのところですね、これも、2ペインの表示になってまして、拡大縮小で、特定部分を 拡大出したりとかすることもできるようになってます、はい、あとはウィジェットの伸縮とかも、3.1 からできるようになってます。はい、はい、次お願いします。であとは、新しい接続オプションとして MTP とか PTP、 詳細はあの後の講演者が発表しますけど、そういったものができるようになってます。あとは、はい、次お願いします。タブレットということで画面が大きくなっているので、キーボードも、大きくなってまして、こういった使いやすいような、形になっています。あとですね、テキスト入力のところも、システムバーのところから切り替えできる、そういったことも、実現されています。はい、以上になります。続きまして、 UI 周りのお話なんですが、このセクションは安西由紀さんがちょっとアメリカ行っちゃってる都合上でビデオレターと音声をいただきましたでですね、ビデオメッセージいただいたんですが、結構うさんくさい上に音量が小さいので一応流すだけですが、参考程度でお願いします。MZM というアカウントで、Twitter や Android Market
アフォントについて詳しく書いてあるものです。で、最初、ニュー UI フレームワークなんですが、一番大きいのが、フラグメントという新しい概念です。アクティビティとビューの中間のようなもので、アクティビティの意味自身がライフサイクルを持っていますが、アクティビティに複数フラグメントを含めることができたり、別々のアクティビティにフラグメントを使わすことができたりという、こちらかというと、まあ、ビュー、複数のビューをまとめた1個のコンポーネントという、考え方です。で、私の勝手な解釈なんですが、アクティビティはお弁当箱で、フラグメントがその中にいると、おかずのカップみたいなもので、言われてみると大きい場合は、まあ、カップをいっぱい一台に配置できるし、電話みたいに小さくて棚になっている場合は各段に、カップをそれぞれ配置するというようにして、コンポーネント単位で、レイアウトを配置して、いけるというような考え方なので、次に、アプリジェクトで使える、ビューが増えました。これまではテキストビューとかボタンとか簡単なものだけだったんですけれども、リストビューとかクリップビューとかスタックビューとかビューフリッパーというものが使えるようになって、よりリッチなオブジェクトが作れるようになりました。で、3.0 からオプションバーをデフォルトでサポートするようになりました。今まで下からミュート出てくるようなメニューだったんですが、これは右上に、ボタンだったりオーバーフローの、メニューとして表示されたりというふうになりました。またロゴを配置したりとか、現在どの状態にいるのかというのをタブ形式で表示したりということもできるようになっています。あとノーティフィケーションがリッチなので、まあ、ここにボタンを配置したりというようなことができるようになりました。で、複数選択とかクリップボード、ドラッグ&ドロップが簡単に実装できるようになったんですが、これについてはオーバーロイドさんの発表で詳しく説明してくれると思います。で、3.0 より前の、バージョンのアプリを、動かすことも、まあ、ほぼ互換性があるので可能です。ただし、ターゲット SDK と MinSDK 両方指定しないと、指定しない状態だと左のように字がなってしまうので、まあ、どちらかを指定すれば右のように、画面全体に広がるようになります。で、前のバージョンを動かすときに、この新しいホログラフィックテーマというものにしたい場合は、Android Manifesto ファイルの中で、テーマに Android テーマのところとかテーマのところを指定するはアクションバーがついた新しい、テーマに切り替わります。で、その場合、メニューキーの位置も下から右上のアクションバー部分に自動で、切り替わります。で、さらに 3.0 以前のものと以降のものを一つのアプリで提供したい場合に、レイアウトをそれぞれで、切り替えたい場合は、まあ、レイアウト XR とかレイアウトバージョン11とかを使って、まあ、それぞれのセットを用意することで、レイアウトを切り分けることができます。で、 UI リファインメントでは Android 3.1 からのものなんですが、まあ、よりユーザーが使いやすくなるように改良を行いましたということで、アニメーションが速くなったりとか文字の形とか、色とかが変わりました。で、あと設定でタッチ&ホールドの感覚をカスタマイズできる設定が増えました。で、システムバーのボタンをタッチすると、まあ、直近に使ったものに移動します。で、設定でのエクストレージのファイルタイプを表示するようにします。で、以上で私の発表は終わりです。ありがとうございました。ハニカムといえば、UI とかですね、それゆえタブレット向けの UI というのが、主にかなされるんですけれども、それだけじゃないということですね。ここでは、UI以外の新機能を紹介したいと思います。ブリリアントサービスのやりと申します。マーケットでは青空文庫などを出しています。まだ新人なので頑張っていきたいと思います。まずハイパフォーマンス 2D&3D、 アニメーションフレームワーク、ハードウェアアクセラレーション、ビューサポート、ビューレイヤーのサポート、レンダースクリプトというのがあります。まずアニメーションフレームワークです、ね、これは、全く新しいアニメーションフレームワークです。今まであったのはですね、ビューにセットして、アニメーションさせるというものなんですけども、さらに汎用化したようなものですね、時間を入れて、その間
間に動く値を入れるとリスナーをセットする、その間イベントが飛んでくるので、あとは好きにアニメーション処理をできるというようなフレームワークが追加されました。ハードウェアアクセラレーテッド 2D グラフィックス、これフィニカムからはですね、GPU が使えるということで、このマニフェストにこのトゥーと書くだけで全て OpenGL のレンダラがいい感じにしてくる。で、試しにやってみたらですね、5倍ぐらい性能の差が出ました。で、サーフェイスビューとかが、一番重要なんですが、サポートされてないなど罠があるので、ちょっと注意してください。でビューレイヤーというものも追加されておりまして、これはビュー単位で、ハードウェアアクセラレーターするかどうかというような設定ができます。そしてレンダースクリプト、これはですね、スクリプトゲームなんですけども、ハニカムの YouTube アプリとか、他の今までのライブカメラミでも使われていました。これは C 言語に似たスクリプト、スクリプト言語なんですけども、これ、コンパイルしてオブジェクトコードを生成して、端末の中で、リアルタイムにコンパイルして動くというような仕組みになっていますね。あと端末依存、LDK などと違って端末依存がかなり、少なくなるだろう。しかしネイティブで動くのですごく速いというような仕組みです。次に、マルチコアがサポートされました。Android 3.0 から、マルチコアがサポートされますね。ダディ一番下回りから完全にサポートしているので、ほっといても性能がするという噂です。試しにやってみました。1スレッドでめちゃくちゃ重い処理を、マルチスレッドと1スレッドでやってみて比較したんですけども、HTC デザイアなら当然倍の結果が出ていますが、オプティマスパッドだとほぼ同じような結果、つまり、2コアでですね、並列に処理を走らせているのでほぼ変わらないというような結果が出て、ほっといても性能が上がるらしいということが分かりました。試しした結果ですね、かなり3回4回でやっていってもやっぱりオプティマスパッドはいい感じに、同時に平行で処理をしてくれている。リッチマルチメディア&コネクティビティです。メディア系の、API たくさんあるので、もうすぐ入ります、はい、まずタイムラプスビデオ、API にセットするだけで雲取りというかですね、雲がバーッと速く流れていくようなビデオがあると思うんですけども、そういった設定だけでそういう動画を撮影するようになりました。テクスチャーサポートフォーイメージストリーム、ドキュメントを見る限りですね、OpenGL のテクスチャーにカメラのプレビューとかビデオストリームを流せるらしいんですけれども、こんな感じかなというイメージです。そして HTTP ライブストリーミング、これはライブストリーミングのドラフトプロトコルというのがありまして、それで M3U のフォーマットに従った URL をメディアプレイヤーに与えるとストリーミング再生ができるらしいんですけれども、先ほどのテクスチャーストリーミングのやつと合わせていろいろ調べた結果ですね、動かねえっていう話ばかり見つかってですね、今のところ動かせておりません。はい、頑張ります。何か情報ある方はですね、ぜひ教えてください。EXIF データ、JSON によく埋め込まれているデータなんですけど、これが今回若干追加されました。レンズの合計、録音時間、ISO 感度が新たに取れるようになりました。撮影日誌とかも最初から取れるので、今回これだけ追加されています。カムコーダープロファイルは、タイムラプス撮影のところで使っているんですけども、動画品質の定数というかですね、まとめたセットを取り出せるというようなものになります。1080p とかですね、そういう設定を一気に取り出して、さらにこのハードウェアは、それに対応しているかなどが取れるような API が追加されています。そして最後に、DRM、DRM コンテンツ保護のための仕組みが、外部公開というかですね、 Java レイヤーから呼び出せる統一的な仕組みが、追加されました。で、早速使ってみようとしたんですけれども、まず Optimus Pad には何も入っていない。一応ネイティブレベルの中にプラグインで組み込んだものを上から呼ぶみたいな形になっていますけれども、どうも端末メーカーが埋めるから頑張れみたいな感じなので、まだ必要までは至ってないのかな。ただこれからは統一 API を出すので、頑張ってください的なものみたいです。はい、だけじゃなかったということで、ありがとうございました。続きまして、私の方からは 3.1 の概要、外部キーボードポインティングデバイスのサポート、新縮デザイナービジェット、拡張されたアプリ使用履歴についてお話ししたいと思います。軽く自己紹介ですけど
ども、久保と申します。アプリの開発やってます。KUGO っていう開発者名で、マーケットにいくつかアプリを出してますので、興味ある方は探してみてください。まず 3.1 の概要です。3.1 を簡単に言うと、タブレット向けに最適化された UI と 3.0 で提供された機能が改善されたこと、ユーザーや開発者に対していくつかの新機能が追加されましたと。で、その中でもメディアビュープロトコルのサポートがされたというのが大きな特徴かなと思います。で、ユーザーにとって注目すべき点として、まあ、これだけあって、で開発者にとって注目すべき点としても、まあ、これだけあります。でこれらの内容についてはこの後のセッションでのメンバーが発表してくれるかなと思います。で私の方ではこの中から外部キーボードやマウスのサポート、伸縮自在のウィジェット、拡張されたアプリ使用履歴についてお話ししたいと思います。まず外部キーボード、ポインティングデバイスのサポート3.1 になってから USB または Bluetooth の HID プロトコル経由でキーボードやマウスが接続できるようになりました。でこちら左側が Zoom にキーボードとマウスを接続した写真になりまして、キーボードもマウスもつなげば普通に使える状態になりました。また、日本語入力に関しても対応している IME と、まあ、対応してない IME があるんですけども、対応しているやつであれば接続するだけで、使えるようになりました。また USB ハブを使えば複数の機器を同時に接続することができます。で続きましてリサイクルホームスクリーンウィジェットなんですけども、これはウィジェットをユーザーがユーザーの好きな形でデスクトップに配置できるということです。で、Gmail やカレンダーなどの標準アプリのいくつかが対応しています。また、サードパーティーアプリも、リサイザブルなウィジェットを提供することが可能です。これ、Gmail のウィジェットの例なんですけども、デフォルトはこのように配置されます。で、こんな形でユーザーの好きな形、大きさでユーザーが再配置することができます。またサードパーティーのアプリもマニフェストにターゲット SDK のバージョンを12と書いてあげて、ウィジェットの定義ファイルの方に今回追加されたリサイズモードっていう属性を追加してあげると伸縮自在なウィジェットを作成することができます。これ僕が作った時計のウィジェットの例なんですけども、先ほどのフィールズに書いてあげれば、こんな形で、一つのディレクトでいろんな大きさが実現できます。最後にエクスパンデッドリーセントアップスリストです。これは、3.0 でアプリ使用履歴を表示させるボタンというのが追加されまして、これは、携帯端末のホームボタン長押しとほぼ同様の機能を独立したボタンに割り当てたものです。で、3.0 の時はこの履歴が、補填された数しか表示されませんでした。でこれ表示される数が画面の高さに固定依存していて、オプティマスパッドだと4個しか表示されないというものでした。それが 3.1 になって、OS が保持している履歴を全て表示することができるようになりました。これによって、まあ、マルチタスクの Android の使用、使い勝手がさらに上がるのかなと思います。で私の方からは以上です。私の方からは、3.0 から導入されましたエンタープライズサポートと、3.1 が入りました NDP の方を説明させていただきます。中西と申します。フライテクの株式会社と、スマートフォン開発、スマートフォンのアプリ開発をやっております。で、チュンリョウというアカウントでツイッターやっておりますので、よろしければご覧いただければと思います。
まず 3.0 から導入されたデバイスアドミニストレーションの拡張なんですけれども、基本的には Android 2.2 から導入された機能に対しての追加になります。で追加されたこの機能そのものは管理者アプリがユーザーにセキュリティポリシーを強制したりとか端末のロックとか工場出荷状態のリセットといったことができるものになります。次お願いします。で今回追加されているのがパスワードの有効期限、あとパスワードの履歴ですね。同じパスワードは何回か、過ぎないと使えないというですね。あとパスワードの複雑さ、パスワードに英文字を何文字以上使って記号を何文字以上使ってそういった細かいことを設定することができるようになります。次お願いします。であとはストレージの暗号化を管理者アプリが要求することができるようになっています。ストレージ領域の暗号化を要求して、でそれが端末が対応すれば暗号化されます。で複数のアプリ、複数の管理アプリというのが入れられるんですけども、それで異なるポリシーが指定されていれば厳しい方に合わせるようになっています。次お願いします。で今回追加されたポリシーに対応したコールバックが一つありまして、それが、パスワードが、エクスパイアしたときに呼び出されるオンパスワードエクスパイアリングです。でこちらですね、パスワードの有効期限が切れそうになるか、すでに切れたときに呼び出されて、で実際に呼び出されるタイミングが起動時とか、1日1回とか有効期限が切れた瞬間とか、そういったときに呼び出されます。ただこれ有効期限が切れてもこのメソッドが呼ばれるだけなので、実際にその管理アプリを作る人というのは、ここのメソッドの中で何らかの制限をかける機能というのを実装しないといけません。次お願いします。次は 3.1 で導入された MTP の API になります。MTP というのは先ほども説明がありましたように、何らかメディアファイルで転送するためのプロトコルです。よく使われるのは PC とデジカメとか音楽プレイヤーとかをつないでデータの転送に使います。USB マスストレージってのは普通にドライブとして見せるっていうのと違って、直接ファイルシステムを見せるんではなくて、論理的な階層構造でメディアデータを見せるようになります。ざっくりと言うと、デバイスの中にストレージが複数あって、その中に、論理的な階層構造でデータがありますよっていう形になります。でクラスは今回5つ追加されてます。で、こちらの方は、API の見れば分かるので、飛ばします。で MTP の処理ですけれども、大雑把に言うと、USB のデバイスを、今回 USB ホスト API で追加されたものを使って取得して、その USB デバイスを用いて、MTP のデバイスっていう仮想、ちょっと一つラッパーの、クラスのインスタンスを取得して、でまた USB のホスト API を使って取得したコネクションを使って、その MTP デバイスのインスタンスをオープンして、 MTP デバイスの中をザーッとさらっていってオブジェクトを取っていくというような流れになります。次お願いします。で、MTP デバイスのオープンなんですけど、USB ホスト API は後で、ワカメさんの方から説明があるので省略しますが、大体ほとんどそのまんま同じような感じでやればいいんですけども、MTP っていうのがそのメーカー間をまたがった、共通の仕様というものになっているので、プロダクト ID とか、ベンダー ID とかっていう、そういったものでそのデバイスをフィルタリングするということができないので、USB のデバイスのクラスを使ってフィルタリングをすると。例えばデジカメの場合は、クラス6っていう数字でそのデバイスのフィルタリングをすることで、その MTP デバイスっていうのを取得するというふうになります。次お願いします。で、ストレージをその中から取得して、次お願いします。でストレージの中からオブジェクトのハンドルを取ってきて、でオブジェクトのハンドルをチェック、その中のオブジェクトの情報をチェックすると、フォルダーが、あったりとか、でオブジェクトそのものだったりするので、フォルダーの時だったらさらに階層をたどって、オブジェクトだったらオブジェクトの情報を取っていくというような動きになります。次お願いします。で、注意点なんですけれども、UI スレッドで MTP の処理は絶対しない、これは絶対必要です。なぜかというとですね、オブジェクトの取得っていうのが結構時間がかかりまして、チリも積もれば山になりますと。で例えば、今回試したものだと、デジカメだと30ミリ秒1つ取ってくるのにかかって、iPhone だと10ミリ秒かかります。であと、写真のデータ以外も、今回 API で、補助はないんですけれども、生データを取ってくることができるので、頑張れば、音楽データを取り扱うようなアプリも作ることができると思います。
ハニカム 3.2 は、情報はよくわからないです。とりあえず翻訳だけ載っけておいたので、後で資料を見ていただけると思います。おまけなんですけれども、ハニカム 3.1 の端末に、Galaxy S って MTP モードになれるので、それを繋いでみたんですけれども、どうも正常に接続ができないということが分かっています。まあ、詳しくはウェブにまた書くと思います。はい、次はジョイスティックとゲームパッドというものが、サポートされるようになったので、それについて説明します。ワカミです。トップゲート社で、Android とかエンジンに関わる開発を行っています。で、まあ、ゲーム用のヒューマンインターフェースデバイスの対応がすごい大幅に強化されまして、まあ、みんな大好きなこと、Xbox のコントローラーだとか、あと PS3 のコントローラーだとかが、タブレットのアンドロイドにつないで認識できるようになりましたと。で、まあ、ユーザーの皆さん的には、ワンダのレプリカ等という結構前から1年前の Google I/O か何かで発表されたアプリだと思うんですけど、それも既に対応されているというか、既存のアプリケーションでもキー設定が行えるアプリケーションであれば普通にタブレットに、Xbox のコントローラーとかをつないで操作できます。で、開発者の皆さんには、アクティビティにですね、ジェネリックモーションイベントっていう、キーイベントとかタッチイベントみたいな仲間が追加されてまして、オンジェネリックモーションイベントとか、ディスパッチなんとかなんとか、そこら辺を使ってこう、アナログレバーとか、入力が取れるようになりましたと。で、まあ、ゲームパッドについてボタンとかは従来通りキーイベントで、アナログ系の入力は、まあ、新しいこのジェネリックモーションイベントに伝わってきます。で、一定期間の入力がこう一気に渡されてくるので、まあ、過去の履歴というのをチェックしながらプログラムを書かなきゃいけないですみたいな感じになってます。で、まあ、ポート例としてはこう、ディスパッチ、ジェネリックモーションイベントとかで適当に X の Y の値とかを出して、それをまあ使ってビールを作ってくださいとか、そういう感じです。で、次に USB ホストについてなんですけれども、USB ホストって今まで Android っていうのは常にデバイス側でパソコンに Android のデバイスをつなぐと、まあ、USB のマスストレージとして認識されてたりしたと思うんですけれども、3.1 からは Android はホスト側になれるようになりましたということで、今まで既にやられている例だと、NFC のラベルプリンターを接続して Android から印刷するとか、あとは LED ディスプレイに図形の表示をさせてみるとかいうのができるようになりました。でこれはプロトコルが分かれば、まあ、大体何でもできるのかなという感じなので、デバイスメーカーさんがいらっしゃいましたら、対応する Android アプリ開発とかも多分 3.1 から簡単にできるようになったと思いますので、ぜひ参加してきていただきたいかなと思います。で、まあ、API はいろいろあるんですけど、まあ、これは Google の API の方からコピペリックしていったので、省略します。で、まあ、動作の流れとしては USB マネージャーというのを取得して、その後に USB デバイスから USB マネージャーから USB デバイスを取得して、 USB インターフェースを取得して、 USB エンドポイントを取得して、エンドポイント経由でデバイスに接続して、で USB デバイスコネクション経由で通信するという感じで、かなりこう面倒くさい感じになっています。で、Android マニフェストの方にですね、デバイスをつないだよということをこうキャッチするのを、キャッチするように書くことができて、例えばこのスクリーンに映っているように、特定のベンダー ID、特定のプロダクト ID を持つデバイスが接続されてきたときに、アプリケーションをこう通知して USB をつないだのを検出して自分のアプリケーションを実行させるということができるようになっています。で、まあ、サンプルコードなんですけれども、まあ、続きはウェブでということで、2、3日中に ABC のハッシュタグでも流そうと思うのでチェックしておいてください。で、実際にやってみたということで、ここで光ってるのが見えるかなという感じで、一応 USB ホストの、タカラトミーから発売されているグリッターパネルというおもちゃをつないで、ピカピカ光らしたり、こうアンドロイド側に絵を描くとこう LED 側に反映されたりっていうのができるようになってなりましたみたいなものをやってみました。で、今持ってきているので、触れるので、この後興味がある方はぜひ話しかけてください。変わりましてバルズグレーと思います。普段仕事は、ハードウェア技術言語の会社にいます。
ができます。端末の拡張的にはハードウェア的な拡張ができます。アクセサリー、端末側が今まで対応していないと実行できません。USB が使えなかったんですけれども、まあ、全体的に、フレームワークとして USB のサポートが入っています。なので、アプリ単体で、USB アクセサリーの API を使えば、通信ができます。で、アプリがインストールされていない端末でも、USB ホストと違って、アプリがインストールされていない端末の場合は、インストールするアプリを表示するような、HTTP で、まあ、ここに行けばいいよっていうガイドを出すことができます。で、アクセサリーの方、機器のハードウェアの方なんですけども、Arduino をベースにして、まあ、簡単に作ることができます。Arduino 自体が、まあ、趣味の電子工作向けに、作られているので、日本史もたくさんあって、学ぶのには、いい環境だと思います。で、Arduino って何ですかっていう話なんですけども、ラピッドプロトタイピングプロットフォームといって、まあ、簡単にプロトタイピングをしようという、まあ、プラットフォームです。Arduino本体とシールドの2つになっている、2つのものからできていて、下に表示してあるのが、ジャムメ基板のシールドですね。シールド側と、モータードライバーのシールドになります。というように、シールドを変えて、まあ、いろいろな機能を使ってみるということができるようになります。プログラミングのことをスケッチといって、C ライクな言語を使って、記述をします。で、USB ホストの開発との違いなんですけども、フレームワーク側で USB の、薄いラッパーを作っているので、USB の知識、細かい知識だとかが必要なくなっています。で、実際に通信をする場合ですけども、ファイルディスクリプターを USB アクセサリーから取得して、まあ、それからストリームを生成して、リードライトをするという、まあ、Java の標準的なファイルディスクリプターの使い方でもう通信ができるようになっているので、もうほとんど何も覚えることがなくできると思います。で、必要なクラスも USB マネージャーと USB アクセサリー、USB アクセサリーの方から、USB アクセサリーからファイルディスクリプターを生成して通信するという形になっています。まあ、使い方の手順なんですけども、まあ、アクセサリーの検出をしてアクセサリーと通信をして通信の終了を取るっていう、まあ、これだけしかないので簡単に通信できます。アクセサリーの検出だけ2種類あって、インテントでアクセサリーオブジェクトを受けるのか、アクセサリー、つながっているアクセサリーの配列側から、あったアプリケーションに合ったアクセサリーを探すのかっていう2種類選ぶことができます。これで、まあ、通信ができるので、かなり楽です、はい、ラストです。すいません、残り1分しかないんですが、3分ください。これでも駆け足で頑張ります。残り 3.1 余り部分ということで、次お願いします。ロバスト Wi-Fi ネットワーキング、堅牢な Wi-Fi ということで、少しなんか企業向けという意味だと思いますが、まあ、ある程度細かい設定ができるようになりました。大きく分かりやすいところで言うと、 Wi-Fi でプロキシセッティング、 HTTP プロキシ等が設定できるようになりました。次お願いします。エンタープライズ向けサポートということで、アクセスポイント別プロキシ、さっき喋ったことと、あと暗号化されたストレージっていうのを対応しましたって言ってるんですが、具体的に実は何だか分かんないので、ソースコード入ってくれないかなという状況です。次お願いします。RTP API サポートということで、オーディオオンリーです。で、さらに対応コーデックはプラットフォーム依存ということで、前回 Ninja Blade で対応した SIP の一部分だけ飛び出たかなという感じです。実際にはインターネットとレコードオーディオのパーミッションをくっつけて、マイクへの接続、スピーカーへの接続を勝手にやってくれるという能力がついているので、あまり自由にはいじれない印象です。次お願いします。コード例としては自由にやってくれるっていう話なので、10秒くらい経つと勝手に RTP がなんかネット上に出てって、ネット上から来た音声 RTP を受けるスピーカーから再生するっていうのがなります。次お願いします。ラスト、パフォーマンスのオプチマイゼーションということで、ちょっと細かいやつですね。その他パフォーマンスに関する話、LRU、リースリユーズ、長く使われてないものから追い出すみたいなキャッシュのユーティリティクラスができました。また、ハードウェアアクセラレーションを有効にしていた際のビュー、
ンバリゲートって、ブキューを再更新しよう、描画しようという命令ですが、3.0 ではうまく動いてなかったのは 3.1 できちんと動くようになりました。またビットマップでセットハザーアルファというアルファチャネルがちゃんとあるかないかというこれでグリッド、無形描画処理をより効率的にするというような対応が行われました。以上になります。で、あとラスト 3.2 の話ですが、細かい話、ユーザー向けが3つと開発者向けが1つだけ 3.2 で足されましたと。ユーザー向け新規の1つ、より横長のタブレットに対応ということで、今まで多分比率が少し中途半端なところまでしか対応してなかったのも、すごいダックスフットのように動画長くても大丈夫だよみたいです。あと固定サイズのアプリのための互換ズームモードといってこれが一番の売りっぽいんですが、古いアプリが中央に小さく表示されてしまったり間延びして表示されてしまうそうな際では互換モードで表示しろというと勝手に拡大して出してくれます。また SD カードへのメディアシンクということで、今まで SD カードは単体でしか触れなかったんですが MPP にも対応しました。また開発向け新機能ラストです。スクリーンサイズ解像度に関する API の拡張ということで、これは主にもっと大きな解像度を得ると、あるいは Google TV ですね、テレビ向けのすごい大きいフル HD 1920とかまでひっくるめたスクリーンサイズに対する仕組みが入りました。例としてありますが、レイアウト -SW600DP-W720DP って書いてありますが、半辺が 600DP 以上かつ現在のオリエーション、現在の縦横の状態で横幅が 720DP 以上ある際のリソースディレクトリみたいな、少し賢い、ただしすごい複雑なリソースが指定することができるようになります。なので一つのアプリでいろんな解像度ですね、テレビとかひっくるめてフル HD レベルのデバイスまでちゃんと動くアプリを作ってねというメッセージだと思われます。次お願いします。というわけで駆け足でお送りしましたが、ご清聴ありがとうございました。時間どうしますか。すいません、ちょっとお時間が過ぎちゃってるんですが、